巨人、立岡宗一郎外野手、34、が、今季限りで現役引退することが26日、分かった。この日、球団に正式に意思を伝えた。大きな怪我を乗り越えた野球人生だった。22年6月9日の西武戦、ベルーナ D、で守備の際に味方と交錯し、左出前十字靭帯を損傷。同30日に同箇所の再建手術を受けた。 同年オフには育成契約となったが、懸命にリハビリを続け、約1年後の昨年7月に実戦復帰。今年5月には支配下に復帰を果たした。ここから全盛期だと思って頑張りたいと宣言した通り、同6月4日のロッテ戦、東京 D では自身9年ぶり2度目となる4安打に4打点をマーク。安倍監督も、ここぞって時にやってくれる選手だと思っていますと信頼を寄せ、 d n a との CS 最終ステージでも3試合に出場するなど重宝された高い身体能力を武器に熊本・新勢高から8年ドラフト2位でソフトバンクに入団12年6月にトレードで巨人に加入したが直後の7月に左肘じ帯を損傷した当時は右打ちだったが幹部への負担が軽い左打ちに挑戦を決意 人の3倍は振らないといけませんからと努力を重ね、自分のものにした。15年には91試合に出場し、打率3割4輪を記録。スタメンだけでなく、50メートル5秒9の俊足を活かしたダイソーや守備固めなど、途中出場でも力を発揮。チームになくてはならないバイプレイヤーだった。球団は長年チームに貢献した功労者に対し、何らかのポストを用意すると見られる。 体がボロボロになってもいいので、チームのためにやりたいという思いが一番ですと話していた男が、16年のプロ野球人生を戦い抜いた。立岡総一郎、立岡総一郎、1990年5月18日、熊本県生まれ。34歳、新税高から8年ドラフト2位でソフトバンクに入団。12年6月にトレードで巨人入り。 15年にキャリアハイとなる91試合に出場し、打率3割4輪を記録。16年3月29日の DNA 戦、横浜でプロ入り8年目で初本塁打。181センチ、82キロ、右投げ左打ち。